今日この報道するラジオをご視聴してくださるのは大阪市立大学教授のパク・イルさんです。パクさん、こんばんは。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は特集テーマとしては新党結成へどうなる衆院選と題してお送りするんですが、もう日々いろんな動きがあって、そうですね、私なんかもう訳がわからないなって感じることも多いんですが、はい、今日はですね、新たな、党が結成へという大きな動きもありましたので、そのあたりをこれからニュースで上田さんに詳しく伝えてもらいます。そこでパクさんにも後ほどコメントしていただきたいと思うんですが、ラジオをお聞きの皆さん、どうかファックスや E メールで質問をお寄せください。パクさんにも、そして後ほど TBS ラジオ国会担当記者、私たちが国会王子と呼んでおります武田和明さんにも出演していただきますので、武田さんにもここのとこ分かんないはどういうことというところをですね、ぜひ聞いていただきたいと思います。ファックスは大阪 06-6809-9090 06-6809-9090、 E メールの場合は報道するラジオの方です。 hou@mbs1179.com hou@mbs1179.com でお待ちしております。では再び上田孝之アナウンサーです。お願いします。はい、民進党の枝野幸男代表代行が今日記者会見をしまして、新党の結成を表明しました。私は日本の国民の生活の安心、立憲主義、民主主義、自由な社会、それをしっかりと守っていくために立憲民主党を結成することを決意をいたしました。新党の名前は立憲民主党で、うん、枝野氏が代表に就く意向です。記者会見で枝野氏は、一億総中流と言われた時代から格差が広がった、人々がお互い様で支え合う社会を作ると述べました。民進党は両院議員総会で東京都の小池知事が代表を務める希望の党に合流するという前原代表の提案を了承したんですけれども、そのことについて質問されると、枝野氏は次のように答えました。前原代表は我が党の理念政策を新しい器の中で実現をしていく、そのためだと、その目的について力強くご説明をされましたので、私だけではなくて多くの仲間がそれならばということで判断をされたのではないかと思います。残念ながら方向が違うと私は判断せざるを得ないということで、今日の決断に至ったということでございます。はい、この立憲民主党には民進党リベラル系の前衆議院議員らが参加する見通しで、はい、民進党は分裂状態ということになりました。はい、菅直人元総理は今日街頭演説で、この立憲民進党に参加すると、立憲民主党に参加すると述べました。立憲民主党に参加すると述べました。また、長妻昭選挙対策委員長や赤松博隆元衆議院副議長、近藤昭一副代表らも参加を検討しています。一方で民進党の前衆議院議員の中には、希望の党にも立憲民主党にも参加せず、無所属で立候補するという人もいます。無所属で立候補する考えを表明しているのは、岡田克也元代表、野田佳彦前総理、平野博文元官房長官、安住淳元代表代行です。岡田氏は希望の党とは安全保障や消費税に関する考え方が違うと説明し、枝野氏の新党については、リベラル派が入ると聞くが、やや政策的にぴったりしないと述べました。一方で岡田氏は、希望の党とは安倍政権打倒という目的を共有しているとして、敵対するつもりはないと話しました。はい、そして東京都の小池知事が代表を務める希望の党ですが、今日衆議院選挙の第一次公認候補を発表する予定だったんですけれども、明日にずれ込む見通しとなりました。小池氏は今日午後、政治生命に関わる話なので最終的にチェックしながら、場合によっては日にちを超える可能性があると述べました。希望の党の第一次公認候補をめぐっては、今日も民進党の現場氏と希望の党の若狭氏が断続的に協議をしていて、特に民進党からの合流者の扱いをめぐる調整が難航している模様です。
こうした野党の動きに対して政府自民党内では希望の党の小池氏について衆議院選挙に立候補して政策論争すべきだという声が高まっています。麻生副総理は今日国会の場で話ができるようになるのが私の希望だと述べ小池氏に立候補を求めました。政府や自民党としては小池氏が都政を投げ出したと批判を強めたい思惑もあるものとみられます、はい、一方自民党は今日衆議院選挙で掲げる政権公約を発表しました。自民党の公約は9条を含む憲法改正原案を国会に提出、衆参両院で3分の2以上の賛成を得て発議し改憲を目指すと明記しています、はい、その他重点項目として北朝鮮への圧力強化、アベノミクス加速によるデフレ脱却、生産性革命による所得向上、教育無償化の推進など高齢者中心の社会保障からの転換、震災復興を含む地方創生を挙げています。はい、まあ、ここまで聞いただけでもいろいろと思うところを質問したいところあるんですけども、パクさんはどんなふうに受け止めていらっしゃいますか。はい、どうなんですかね、まあ、こういう二大保守正当性にこう移行するような動きが見えるんですけど、私は実態的に国民の中にはですね、やはりリベラルの層というのはこの二大保守正当性よりも意外に多いんじゃないかと、はい、リベラルを支持する、リベラルを支持するという言い方は抽象的ですけど、うん、例えば安全保障についてももう少しじっくり議論したいとかですね、はい、憲法改正もやや早急ではないかと思っている人が国民の4割ぐらいいるのに、その人たちが投票する政党がどん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 狭まっていくと、はい、いうので、実際その国民のその、まあ、考え方と政治家の考え方にかなりズレがあるように私は見えるんですけどね。よく世論調査でいろいろな結果が出ますけど、それがどうして国政に反映しないんだっていう思いは多くの方持ってらっしゃったと思うんですが、そうですよね、今回特にその保守を掲げる希望の党ということになると、二大保守政党がまあ大きく候補者を立てるってことになりますよね。はい、そうですね。その時にじゃあいわゆるリベラルな考え方の人はどうするんだ、まあ、そこに枝野さんが、うん、じゃあ私が立ちましょうと、うん、そういう人たちの、まあ、市民の声を受け皿としてやっていくところがないとダメでしょう、だから私は党を立ち上げるんですというような今日の会見内容だったと思うんですが、うん、実際にそういうふうになるのか、受け皿として信頼されるのかどうなのかっていうところですよね、うん、まあ、そのリベラルのグループっていうのは、まあ、大体どれぐらいの人数になるかまだ見当つかないんですが、はい、まあ、20人30人、で小選挙区制の中でどう戦えるのかというこの制度の壁がありますよね、うん、そこでどれだけの人間を通すことができるのか、はい、そうするとますますこれはリベラルの人たちの活動の場、発言の場が狭まっていくということが繰り返されされていったら、将来の日本の人たちはどうなるのかなというちょっと不安がありますよね。韓国みたいにちゃんとその保守と進歩派が均等に分断されながら社会を変革していくのじゃなくて、日本の場合は急速にこの保守化が向かっていって、さらに小池さんの党はさらに自民党よりもさらにやや保守の色彩が強まっていくというような気がしますね、はい、まあ、でもその小池新党あるいは小池さんの政策を国民の皆さんがどこまで今感じてらっしゃるかというところもありますよね。そうですね、なんか単なる人気取りみたいなね、安倍さんにするのか小池さんにするのか、中身を見ずにその顔だけ見て着てる服の色とかでも決めてる人もいるかもしれない。やっぱり知名度とかね、はい、そういうのでやるとそのリベラル派はやや不利な部分もあるのかなっていうふうな気もしますよね。でもリベラル派の存在なくして、じゃあ日本はどっちの方向くんだというのはね、一つの問題として大きいかと思います、この後ですね、 TBS ラジオ国会担当記者の武田和明さんともつないでいろいろお話を伺おうと思います。報道するラジオ、大阪市立大学教授パク・イルさんとともにお送りします。特集テーマ、新党結成へどうなる衆院選です。 TBS ラジオ国会担当記者の武田和明さんと電話がつながっております。武田さん、こんばんは。はい、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくどうぞ、今日枝野さんの新党立ち上げ会見がありましたけれども、はい、まあ、構成員は今のところ一人ですと何度もおっしゃっておりました。結局どれぐらいの勢力になりそうですか。これ
この後ですね、はい、まあ、あの菅直人元総理が参加を表明しています、それからその他にいわゆる赤松グループと言われる、民進党内のリベラル派、まあ、中間派、私はコウモリ派って呼んでるんですが、コウモリ派八馬にばっかり乗ってた人たちがその枝野さんのところに一緒に入る予定なので、まあ、20人から30人ぐらいの前職ですね、これまで議員だった人が入って、そこで今回の総選挙を戦うという運びになりそうです。大阪でいうと辻元清美さんはどうなんですか。はい、はあのおそらく合流するでしょう。あ、一応無所属というような見方がありましたけど合流が見込まれそうですか。うん、それはやっぱり辻元さんは比例での復活も目指したいでしょうから、政党要件を満たしたいということになるでしょうね。まあ、岡田さんや野田さんたちはあのここには入らないと無所属で立つとおっしゃってます。この無所属で立つ人あるいは枝野さんのところに行く人、この分かれ目って何なんですか。うん、考え方の違いですよね。政策の違いですので、今野党が分立してて、この分裂して混乱しててよく何をしてるかわからないっていう政治評論家とか政治コメンテーターいますけども、はい、うん、まあ、この人たちは非常に不勉強な人か、それかあえてそういうことを言って自民党を利するようなことを言う人が多いですね。今野党で、この化学反応が起きて分裂だなんだということは非常にわかりやすい話で、はい、つまり、野党の中で保守的な人が、うん、希望の党に入るわけですね、吸収されると、はい、で、リベラル左派と言われる人たちが枝野さんのところに今集まりつつあって、それよりもっと左の共産党、まあ、それから社民党がいるというこういう構図ですから、うん、あの野党の中での考え方 その政策の違いで、あるいは政治理念の違いで分かれているということを、左から右にこう色分けできるということを考えれば、まあ、むしろ日本の政治は分かりやすくなった。だって今までみんな批判してたじゃないですか、民主党とか民進党バラバラだってね、政策が違ってて分かんないとか、うんうん、おかしくてっていうのが、その人たちに限ってこれ今みたいに分かれたら、分かれたのはおかしいと。なるほど、政策はおかしいと。もともと一緒だった方がおかしかった、分かりにくかったと、と皆さん思ったらいいわけですね。だとしたらそれが色分けがはっきりできたという意味では非常に分かりやすい構図になったということが言えます。リスナーの皆さんからもいろいろといただいてるんですが、例えばコーラル3号さんっていう方、はい、そもそも今回の混乱の原因は前原さんにあったと思うんですよと、うん、おっしゃっているんですね、はいはい、あるいは他にもたぬきワンワンさんという方も、前原さんは旧民進党の皆さん全員が希望の党に行けるとほんまに思ってたんですか、あるいは行けないということ、つまりさらさらそんな気はないと小池さんが言いましたが、そういう方針を知っていってこの話を進めたとしたら党員に対して背任行為ってことになりませんか、うん、はい、このあたりどうですか。まず2つに分けて考えなければいけないと思います、はい、今回の混乱の原因は、うん、もちろん前原さんにもありますが、もっと大きな原因は安倍さんが解散したことです。まあ、そこですね、安倍総理にあるわけですよね。そりゃそうです。でそれによって化学反応がドーンと起きたということです、はい、で今度は前原さんがどうだったのかということになりますが、うん、希望の党側の話を聞いていると、うん、彼らは初めからその全員を受け入れる意思はないんですね。なかった、さらさらなかった。つまりその今回の民進党っていうのはもうその先週の9月28日解散の日が衆議院が解散されて、その午後に両院議員総会って前原さんが提案した日がありますけども、うん、はい、あの日に民進党っていうのはもう滅びたわけですよね、滅亡した、あるいは倒産したわけですね。あ、倒産企業なんですよね。会社で言ったら倒産企業ですか。そうです。はい、ということは倒産した企業の社員をその希望の党という別の会社が受け入れるのは、まあ、よっぽど優秀か、考え方が同じとかそういうのしか入れないわけですよね。考え方も違って
とあの全然違う足引っ張るような連中は入れないというのは当然のことですから、希望の党としてはその方針はもともとあったのに、じゃあ前原さんが全員で、移れるようなイメージを与えたということなんですか。そのように前原さんは言ってましたからね。しかも前原さんはその後で自分だけはこうあのその希望の党に行こうとしましたからね、一瞬一瞬したんだ、一瞬行こうとしましたよね。だって希望の党の公認で戦うって一度言いましたから。でその後やっぱり無所属で、まあ、当たり前の話で倒産企業の社長ですから、責任取って無所属か、まあ、身を引くっていうのは普通のことなので、最初から普通ですけどね。前原さんは、まあ、今回無所属で戦うというふうにはっきり明言されましたから、そうなるんでしょうけども、うん、ただその前原さんがこの分かってて言ったのかどうかっていうのはちょっと今のところは前原さんに誰も聞いてないので分かりませんが、私は前原さんほどの政治経験のある人であれば、おそらく分かった上で初めはあたかも全員がいけるような言葉の使い方をしたというふうに今のところ分析してます。ただね、やっぱり両院総会のその民進の皆さんだって、はい、まあ政治理念で考えたら小池さんと一緒にできない人いっぱいいるはずですから。そうです、だって集団的自衛権反対って言ってたんですから、安保法制反対って言ってたんですから、普通はちょっとも少なくとも揉めるでしょう。なんで満場一致でそんなことをシャンシャンと通してしまったのか。もし騙されたんだったら騙される方も騙される方ちゃいますの。その安保法制とか集団的自衛権に関しては、はい、旧民進党、まあ、その前民主党の時ですけども、はい、の人たちっていうのはその実は集団的自衛権とか安保法制って整理しなきゃいけないよねっていう人もいっぱいいたんです。ただし安倍さんのあの決め方はないでしょということで反対に回ったわけです。したがって決め方が悪いんであって、その安保法制集団的自衛権そのものに関しては日本も考えなきゃいけないよねっていう人は今回希望の党に、まあ、ほとんど吸収されるわけですね。はあ、もともとそうだったんだ。そういうことです。だから、あら、まあ、それから憲法改正もそうですね、はい、民主党民進党は憲法改正をしなきゃいけないよね。でも安倍さんのあの今までの考えると、ああいう憲法改正はいけないよねっていう人は希望の党に行くと、こういう構図になってます、ね、あ、そういうことなんですね、騙されてたのは私なんですね、きっとね、まあ、騙されてたんじゃないですし思い違いですか。それが今まで民主党とか民進党を分かりにくくしてた。なるほど。だから政策の違う人がごったにでいることがおかしいだろうというので、今回小池さんたちはじゃあその民進党をちゃんと分かりやすくしようじゃないかって言ってバーンとナタを振るったら一気に民進党が壊れてしまった。壊れた。あのね、それからリスナーの方からお金のことを聞きたいっていうご意見もあって、はい、政党助成金って旧民進党って150億円ぐらいあるんですか。ありますね。それどないなるんですか。希望の党がたくさん取っていくんですか、それとも立憲民主党と山分けするんですか、これどうなってんですか。今のところその立憲民主党に行くということは、まあ、一部行くかもしれませんけど、はい、ほとんどないです。それはなぜなら立憲、今日枝野さんも言ってたように、枝野さん自身が離党をして、はい、それで、立憲民主党に行くという形を取ってますので、離党すればこれはその政党交付金をつまり触ることができなくなりますよね。でそこに行くことはないです。で希望の党に行く人は離党しないで、民進党に交付されるお金を一人分ずつ山分けして、それ持って希望の党に行くんですか。希望の党側はそれについてはこれは交付金というのは直接ではないですが、その民進党から選挙が始まると選挙だってお金配られるわけですね、はい、選挙これはみんな各党そうです、まあ、政党助成金もらってない共産党は別ですけども、うん、どの党も選挙だっていうと今まで貯めたお金をドーンと一人ずつの候補に配るわけですけども、はい、その配られたお金を希望の党は今から来る民進党から来るやつは全部一回寄付しろと。寄付しろ、希望の党に寄付いうことになります。でもそれはね、税金でしょ、もともと政党助成金って。 それをそんな個人のものとして寄付なんかしていいんですか。これは法律上は問題ないので。問題ないのということになりますね。はあ、なんで立憲民主党の枝野さんはもう一緒に寄付させないんですか。それ離党しちゃったので、離党した人にはもう
公認料、まあ、公認料って言うんですけども、妊娠等からお金配られませんから、それは、まあ、離党する方が勝手に離党するので、あるいはその前に、希望の党だって、その以前に、離党を届け出し、除名された細野さんとか、長島さんなんかにはそういうお金は言ってないわけですよね。それからね、ラジオネームエルコさんという方、ゆくゆくは希望の党なんて言ってますけど、はい、安倍政権と手を組むことになりませんか、はい、あるいは神もほっとけさん、日本維新の会も加えて大政翼賛会みたいになっちゃいませんかって。これはまず今度の選挙の結果次第です。今度の選挙で今のところ小池さんは、小池百合子さんはこの10月22日投開票の総会、総選挙で一発で過半数を狙ってくるということを言ってますから、はい、その1回で233の過半数を上回る議席を取れるようなら、小池さんはこの10日に公示になる前、まあ、事実上5日か6日だというふうに考えられますけども、それまでに、うん、都知事を辞めて、選挙に出てくるということになります、うん、選挙に出てくる可能性何パーセントぐらいと見てます？これは分かりません。小池さんしか知らないことです。それから、まあ、この土日の間に小池さんサイドは、はい、世論調査をかけて、はい、この日本全国でどれぐらい取れるか、どれぐらい伸びてくるかというのを調査してますので、うん、その結果を見て小池さんが判断するということになります。小池さんの判断は一つだけ、233取れるか取れるかどうか、政権選択で勝てるかどうか、で、じゃあどっちも自民党も希望の党もどっちも過半数取れなかった場合、はい、一緒に大連立なんてことはありうるんですか？これは分かりません。まだ今そのいろんな分析ですし、頭の体操はいろんなことができますけども、うん、現段階でそれを私が申し上げるにはちょっと時期尚早すぎるということですね、うん、早すぎるのでまだ分かりません。そうか。だけど小池さんとその安倍さんの考え方でそんなにめちゃくちゃ違ってるように感じないんですけどね。一つだけ大きな違いがある、はい、まあ、もちろん消費税の、税率を上げないということは、小池さんは、はい、原発ゼロですから、そこで違う、そこは違いますね。もう一つ大きな違いがありますね、うん、それはやっぱり長期政権は絶対的に腐敗するという考え方が小池さんにあるわけですよね、うん、政権というのは長くなったらそれだけで一つの政権が長くなることそのものが害悪であるという考え方が政治の政治史あるいは政治哲学の中にはあるわけですけども、うん、そういうことで考えると小池さんは安倍政権は良くないというふうに考えているわけで、つまり安倍さんか希望の党かというのは一つは大きな話は政権選択ですから、はい、安倍さんにイエスかノーかというこれが一番大きな争点であるということです。安倍さんイエスかノーか、はあ、それから今日、まあ、記者会見した枝野さんの立憲民主党って、もし選挙で書くんだったら民主党って書くんですって。例えば全部書かなかったら民主でもいけるんですって。そうです、枝野さんは民主党、まあ、略称と言いますけども、はあ、選挙の時にどう書くかっていうの時は民主党と書いてももちろん、これ民主っていう言葉、民主党っていう言葉をどれだけの人がね抵抗なく書きはんのかなって武田さんはどうです？そう、もうね、いわゆる本当の意味での民主党、民進党はなくなってるわけですから、うん、でもまあ枝野さんはこだわりがあるのでそのリベラルを守るという意味で、はい、今回、立憲民主党を作るという判断をしたんでしょうね。ただし そのいくら頑張ってもその立憲民主党が総理大臣を出す可能性は限りなくゼロに近いということになります、ね、うん、そもそも過半数の候補立てられないでしょ、まあそうですよね、はい、武田さんだけど希望の党が政権を取る可能性ってなくはないと見てんですか？今のところ希望の党が選挙の結果で野党第一党になることはほぼ確実です、はい、ということはこれから候補者を233人以上立てることができれば、うん、その中で総理大臣が出る可能性も十分ありますし、少なくとも立憲その希望の党が150とか200議席を取った場合にですね、うんうん、少なくその自民党は安倍政権を続けられなくなるでしょうね。なるほど。そこまで負けたのにまだ安倍さんでやるのって話当然になりますから。なるほど。
したがってその安倍政権に対するイエスノーというのはもう総選挙は今の総理に対するイエスノーというのは大前提になって、その次にじゃあ次の総理誰だということが選挙の争点になる。その他にその後でその政策がどうとかって話になるわけです。なるほど、はい、武田さんどうもありがとうございました。はい、失礼しました。 TBS ラジオ国会担当記者武田和明さんに伺いました。パクさん、はい、いかがですか、いろんな話聞いてます。まあ、武田さんの話はすごく分かりやすかったんですけども、ちょっと違和感があったのはですね、はい、つまりこの、まあ、民進党の、まあ倒産仕掛けの大企業ともいえる民進党がですね、次の選挙では通らないから、いわゆる小池さんの作ったそのベンチャー企業にこう、ね、再就職を斡旋すると、はい、だから民進党のお金プラスその小池さんの人気で、まあ、なんとかこれ持ってるんですけどね、うん、その中小、まあ、いわゆるその大企業から中小企業に再就職するときに、議員というのはそのイデオロギーで、どっちの政党が自分の理念にかなってるかで動くというふうに、まあ、おっしゃったじゃないですか。まあ、まあね、例えば憲法の改正の問題とかですね、安全保障の問題とか、はい、まあ、一番大きな争点は消費税とか、あるいは長期政権が腐敗するとかってで言ってたんですけど、私はね、そんな綺麗事じゃないと思うんです、はい、どっちに行けば次の選挙通るのかと、もうそこ違いますよ。いうことで考えてる人が圧倒的に多い。もう私が通るためにはどうしたらいいか、うん、この一点が大きいでしょう。逆にね、その立憲民主党に残った人たちはむしろその通るかどうかよりも今への自分の信じてきた理念で、まあどうせ死ぬんだったら立憲民主党で死にたいという人はいますよ、これ。でも逆にね、もう生き方死に方の話なんですね。そういうことだね。自分の政治家としての心情をここで殺したら、もう自分は何でもないという、うん、もうそこまで来てるか。もう逆にもう何でもええから小池さんのとこ行って当選したいという人は結構いますよ、これ。うん、その右往の衆を抱えて安倍政権を倒そうというのがね、小池さんの考え方ですから、はい、全部踏みを踏ますと。なんかいろんな条件あるんですね、希望の党で認めるには。民進党がこれまで一つのスローガンとして掲げていた外国人参政権、外国人参政権を認めろというのは、うんうん、旧民主党が、うん、高らかに歌ってた政策ですよね。 そうです、うん、それまでもう認めないと、認めない人しか受け入れませんということですから、希望の党のいくつか出している条件のうちの一つに、はい、うんうん、外国人参政権を認めるという人は排除ですと、そういうことです、さらさら参加してもらう気はありませんという方に入るんだ。だからそうなってきたらもうこの問題については、まあ、封印しようかなと、当選するために封印しようかないう議員も出てきますよね。だからはっきり言ってこういう不備を踏まされていくと、自分の理想とか理念というのは全部、まあ、消し去っていくわけですよ。もうなかったことにするんですか。そうそう、殺さないと。そしたら安保法制についても、そうです、だからもうとにかく小池さんの言うこと何でも聞きますから、足も舐めますから、うん、当選させてくださいと、まあ、ここはちょっと言い方悪かったけどね。いや、分かりやすかったわ、まあ、はっきり言ってそれぐらいの感じに私には見えますよ。だって集団的自衛権行使も認めますって言わないと、うんうん、あかんのでしょ、サインせなあかんのでしょ、うん、でもね、国民はやっぱりもうちょっと安全、安保法制にしても丁寧な議論してやってほしいしね、うん、やっぱりその憲法改正にしてももっともっとやっぱ議論せなあかんねんけど、とにかく安倍さんは数の力で3分の2にとってやろうとしてますから、はい、とりあえずストップかける、ね、はい、ストップかけようとするその小池さん自身も憲法改正ですからストップならないわけですよ。そうです、だからこれ安倍さんがこの憲法改正のそのゴーサイン出すのか、小池さんがゴーサイン出すのか、どっちにゴーサイン出させるかの選挙になってしまいますから、ゴーサイン出ることは方針がそっちやということは同じ方針方向ですやん、うん、誰がゴーサイン出すかにを選べなんて言われて、そうなんですね、どうやって選択するんですかという話ですよね、うんうん、で、はい、先ほどパクさんね、最初におっしゃった外国人参政権の問題というのは、はい、まあ、パク先生も在日コリアンの一人ですけど、はい、やはりその
長く日本で暮らして、はい、暮らしを共にしてるね、うん、その外国人の人たちに、はい、じゃあ参政権どうするんだっていうの、これずっと長いことやってきてる話で、うん、でこれを外国人参政権認めようよという形で、うん、まあご本人もそうだし周りでも運動してきた人たちはいっぱいいる、そういう人たちが民進党を支えてきてた、うん、人たちの一部でもあるわけ。そういうことですよね。でしょ？それを全くなしにしてですね、うん、あの小池さんの下でそれをまあ否定することから政治家を再スタートさせるということを踏みを踏まされるということは、私こうちょっとですね、このなんか何とも言えんこう苦しさがありますよね。苦しいな、グローバル化社会に対応できるのかどうかね。これはますますその逆の方向に行ってる、移民排斥につながるようなね、うん、まあ、この間の関東大震災の問題に対する追悼文を拒否したという小池さんのもありましたけど、ちょっとやはり日本の中にも外国籍住民はたくさんいるわけですからね、そういう人たちの声をどう吸い上げて新しいグローバル化する日本を作っていくのかということから見ると、選択肢がこう狭められてきたなという気はするんですよね。それも一つ大切なポイントなのに、大した議論もなくもうすぐに公認出してほしいからっていうことに、うん、まあ、なってしまうやしないか、はい、でコーラルサンゴさんっていうね、あのリスナーの方はこうおっしゃってるんですよ、小池さんはさらさらないと発言しはったり、うん、排除すると言いはったり、うん、あの強気の言葉が裏目に出たんじゃないでしょうか、うん、あそこで潮目が変わったと思うんですと、うん、おっしゃるんです、うん、私も、どうですか、うん、先週、まあ、小池さん待望論のようなものもだいぶ出てたように思うんですが、ちょっと雰囲気は変わってきてるんでしょうか。これやっぱりですね、あの武田さんもおっしゃってましたけど、最終的にやっぱり小池さんがあの、うん、やはり、自民党の安倍さんと一騎打ちするためには選挙に出なきゃダメですよね。そうすると東京都知事辞めるということは、やっぱり東京都民に対する反発が出てきますよ、はい、東京は最大の選挙区ですから、うん、それを敵にして総裁選挙に出るのか、うん、逆にその東京都民のその信頼をそのまま維持するのかで、これガラッとね、両方、まあもう引いても選挙に行ってもどっちにしてもしんどいですよ、これ。ああ、小池さんの立場としては。小池さんの立場は。あの、小泉進次郎さんが言ってましたね。うん、出るなら出るで、うん、辛い立場になるやろう、うん。出ないなら出ないで無責任やと。うん、ね、あ、そうです。出るなら出るで無責任。出ないなら出ないで無責任っていうのは小泉進次郎さんの言葉でした、うんうん。まあ、そういう意味で考えたら、引いてもね、進んでも、うん、やっぱり小池さんは潮目が変わってしまう、そこで。大きく潮目は変わっていくと思いますね。もっともっと。はあ、うん。今の、あの、武田記者記者のお話では、この土日の、まあ、次の土日で、うん、あ、まあ、この土日ですね、うん、土日のいろんな世論調査情勢を見て、うん、それで、まあ、勝てるか勝てないか、つまり政権選択という意味において勝てるか勝てないかで出るか出ないかを決めるんじゃないかという武田さんの見方でした、うん、今233ということをおっしゃってましたけどね、まあ、一つの考え方は武田さんの言うようにですね、233取れなくても、うん、自民党が大きく負ければですね、ギリギリ勝ったとしても安倍総理を退陣に追い込むことができると、うん、まあ、一つはやっぱ安倍総理を退陣に追い込めるシナリオですよね、はい、それが成立したら小池さんは出るんだけど、その瞬間に東京都民の信頼を失いますよ。そうすると次のやはり選挙が危なくなる。そうするとやっぱり希望の党の中にまた不満分子が出てきてですね、それはやっぱ圧倒的多数は民進からの移行組ですから、やっぱり民進からは民進の人を次のリーダーに担ぎ出しますよ。そうすると小池さんの運命もわずか短命に終わると思いますね。そこが大きなやっぱり中小企業が大企業を食った時のやっぱり怖いとこなんですよ、うん、数はやっぱりもう、まあ、最終的に選挙で次のリーダー選びますから、はい、そこまでやっぱり小池さん考えるとですね、これは危ない橋渡ってますよ、これは。はあ、うん、あのラジオネームオロチさんってリスナーの方はね、いや今日ね、ある労働組合の会議に出てきたんです、うん、そしたらね、小選挙区でどういう人を応援しようかという話になって、はい、今までの流れからもう政党ではなく個人人物で評価して、これまで推薦の候補者を決めてたんですが、うん、あ、決めるんだ、もう
言うたら政党では決められへんと、うん、もうこの人この人と人物で評価しようかって話ですね、うん、だけど比例区はじゃあどうするねん、うん、となった時に、そういうことですね、うん、どの党を支持するとかというもうそんな話も出ませんでした、うん、政党もごたごた混乱してますけど労働組合も同じように混乱してますと。そうですよね。まあただその労働組合にこうがどれだけの影響力を発揮して大量の人を通す時代は明らかに終わったと思うんですよ、私は。はい、でもやはり基本的に今回小池さんですか安倍さんですかということでどっちに入れるかと決める選按みたいになってますけど、実際はリベラル派の人たちは両方入れたくないと。はい、だそのやっぱり枝野さんが受け皿になる可能性はあると思うんですけど、比例区はなかなかここで活躍、前線できるかどうかですよね。ねえ。母体が少ないですから。そこでやっぱり社民党みたいな埋没の路線行って行ってしまう可能性もありますから、ここがやっぱり枝野さんの踏ん張りどころですけどね。ただその安倍さんとか小池さんに比べて枝野さんがねカリスマ性がどれだけあるのかと。今日ね私ね会見ずっとね、うん、見てて聞いてたんですよ、うん、枝野さん真面目な人です。そうなんですよ、真面目なんです。面白いこと言い張ったらパッとメモでねここ面白い喋ろうと思ってね、うん、もう最後の最後まで面白い言葉がなくてね、うん、最後に言い張ったのはなんかこの生徒の名前かな10年20年30年も使えてたらいいなってそこだけ。そうなんですよね。だから真面目すぎる人はやっぱりね人気がねなかなかそこら辺評価されないから、やっぱり嘘でも言えるようなね小池さんみたいなやっぱりうまい言葉を使うとかですね、うん、嘘でも何でもね嘘を言うたら悪いですよ、うん、でもやっぱり小池さんはその言葉の使い方うまいんですよ。うまいんだ。やっぱり安倍さんもうまいし、やっぱりそこら辺で枝野さんがもう少しねこうなんというかな国民を引きつけるようなことをね毒を出せるかここで。そうですよね。やっぱりちょっと、うん、枝野さんが今日ね会見でおっしゃってその会見の今日の会見の様子が10年20年30年10年、うん、使われるようにって言い張ったんですよね、うん、まあね、やはり私はやっぱ頑張ってほしいんですけど、やっぱりこうその小池さんみたいなこうなんかリベラル派からこう、ね、新しいスターがねなんか育ってほしいなと思いますよね。枝野さんにそういう人たちを育ててほしいとは思うんですけどね。やっぱり人々も短い期間でそれができるのか、うん、そういう形の結集が、うん、まあ、できまあ不倫問題で葬られた人が実はそうだったんですけどね。だからもともとあの人が潰されたのはそこにあったんじゃないかなと私は思ってるんですけど。山尾さんはスター性がありましたね。山尾さんはスター性ありました。山尾さんが唯一安倍総理を倒せる人物だったと私は思ってましたが、あの人がやっぱり潰されてしまったことにそもそものこの民進党崩壊の最初のまあ鐘が鳴ったんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。報道するラジオ、今日は大阪市立大学教授パク・イルさんとご一緒しております。ではここで、ニュース上田孝明アナウンサーからお願いします。はい、お伝えします。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の兄の金正男氏が今年2月にマレーシアで殺害された事件で実行犯として起訴された女2人の裁判が始まりました。はい、殺人の罪で起訴されているのはインドネシア国籍のシティ・アイシャ被告25歳とベトナム国籍のドアン・ティ・フオン被告29歳です。2人は今年2月13日クアラルンプール国際空港でキム・ジョンナム氏の顔などに猛毒の神経剤 VX を塗りつけて殺害した罪に問われていますが、一貫していたずら動画の撮影だと思ったと主張しています。はい、初公判では2人とも首を横に振って起訴された内容を否認し無罪を主張しました。マレーシアの法律では殺人罪で有罪になれば原則死刑が適用されますが、2人に犯行を指示したとされる北朝鮮の男4人はすでに母国に逃げたとみられます。起訴状にもこの4人の名前が書かれておらず、事件の全容解明は困難と言えます。はい、今日は大阪市立大学教授パク・イルさんとご一緒しております。パクさん、ここからは北朝鮮問題いろいろと語っていただきたいと思うんですけどね。はい、アメリカと北朝鮮の、まあ、核をめぐるさまざまなやり取りでここのところ、ティラーソン国務長官が中国へ行きはった時に、はいはい、もうちゃんと北朝鮮とは直接話できるルート持ってんねんと、うん、それも一つやない複数で外交ルートを持っているというような話
出てきましたよね。これはどれぐらい信じたらいい話なんですか。実はトランプさんの発言を見るとですね、はい、北朝鮮との関係がどん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 悪化しているように見えるんですけども、うん、まあ、実は水面下では日本のメディアでは見えない形で様々なルートで北朝鮮に接近してですね、最終的に米朝の、まあ、いわゆる会談に向けた、まあ、今、まあ、環境づくりが行われていると。で、これまで特にメディアで伝わっているのは北朝鮮の捕虜の、まあ、帰国交渉ですよね、アメリカへの。これで国連チャンネルが使われてきたということですが、それ以外にも、まあ、今回ティラーソンさんが中国に行って、はい、中国を一つ、まあ、足がかりに北朝鮮と交渉するということで、もう この形は実は北朝鮮も実はロシアに、まあ、大物を派遣しましたしですね、うん、このロシア中国を媒介にしながら、もうこれ北朝鮮とアメリカが直接交渉するのは時間の問題であると。はあ、で、ただ問題は、これアメリカは最後まで核の放棄を求めてますが、うん、私は核の放棄には当然北朝鮮は応じませんので、それは乗ってこない。最終的には核の凍結という。ああ、もう放棄すべて捨てろとは言わないから、はい、とりあえず一旦やめなはれという話ですね、はい。で、そういう声は実はアメリカの議会でも高まっておりまして、もう北朝鮮の核保有を、まあ、認めるまではいけないけども、黙認するというような声は出てきてるんですよね。そうでないと話し合いが始まらないと。うん、どこまでもそのアメリカが挑発的な、その、まあ、ことをしてもですね、結局北は核実験をやめないじゃないかと。やめさせるためにまずこの凍結しなきゃいけないという声が出てきてますから、はい、私は米朝のまあ首脳会談、これはトランプさんは行かないまでにしてもオバマ大統領を派遣したりですね、あるいはその前の大統領を派遣する、あるいはティラーソンが行くという形で、まあ劇的な米朝の交渉が行われる日も近づいてるんじゃないかなと私は思ってますけどね、はい、ただね、そのティラーソンがちゃんと話してるよという一方で、いやいや、トランプさんはまたツイッターでなんか言うてはりますやん、うん、ティラーソンに言うたんや、もう小さなロケットマンと交渉しようとしてるけど、そんなん時間の無駄やと、そんなツイッターをしている大統領を関する国が、うん、ちゃんと、これは、話し合いの準備してるんですか。住み分けですよね。水面下でそういう交渉する一方で、トランプ大統領が北朝鮮を、まあ、けなし続けると。うん、これは大体今のアメリカのやり方ですよね。だから、逆にトランプさんが北朝鮮をけなせばけなすほど、逆に北朝鮮との接近は深まっていってると。どういうことですか？いうふうに読めばいい。そうですか。いいので、裏で進行しているから、そうなんです。それを分かった上で、それを隠すために、それを隠すために、それをやってると。だから日本ははしごを外される可能性があるというふうに思いますね。だってトランプさんに対してまた北朝鮮がもういろんな声明出してますやん、過激に、うん、あれもう分かった上で裏で手組もうとしてるということを見せないがために、お互い、はい、そうです、1994年の和組合意の時も全くそうでした、はい、はあ、でもうアメリカももう平壌にその空爆するという言ってた時に、実は劇的にこう米朝会談が成立して、あの時北朝鮮もアメリカもむちゃくちゃ言ってましたから、逆にそういう時ほどですね、裏で両者は忍び合いをしているという、だから本当にそこを考えると、日本がアメリカの言うことだけを信じてですね、制裁制裁と言ってることが果たしていいのか、これやっぱり考え直すべきに来てると思いますね、うん、まあ今は本当制裁制裁で対話なんてっていう言い方ですよね、うん、はい、で 100% トランプさんの言っている言葉にまあまあ同調するという格好ですけど、うん、橋も外される日があるやもしれない、うん、やっぱりその前に、やっぱり私は拉致問題、トランプ大統領、横田めぐみさんの名前挙げられましたけども、うん、やっぱり人道問題での接触は北朝鮮認めてますから、はい、一つ人道問題というチャンネルを通じて拉致問題の解決ということで、やっぱり北朝鮮に乗り込むぐらいのね、うん、覚悟が必要じゃないかということです。残念ながら日本はもう選挙ですから、もうそんなことは眼中全くないんですよね、うん、皆さんの自己保身が、うん、そういうことね、北への対応と言いながらもう選挙に突入して憲法改正に進もうとしてるわけですから、これやっぱり非常に微妙な時期にまた選挙が始まってしまったなと、はあ、その間に米朝会談に実現したら大変なことですよね、これ。いや、はい、本当ですね、うん、
ただね、アメリカと韓国はまたその合同訓練を軍事でやるんでしょ、はい、今月の中旬ぐらいに朝鮮半島近海にまた、はいはいはい、今横須賀にいるんですか、うん、原子力空母のロナルド・レーガンを持っていくと、はいはい、こんなんしたらまたあのね、それもね、実は裏で読みますとね、これは米朝訓練を激化すれば激化するほどね、北朝鮮に対するリールができるわけ、うん、つまり今のこの過激なその米韓軍事合同演習をやめますよということを北朝鮮に対するお土産になるわけです。だから逆に派手にやるわけです。派手にやるよと、また空母あんたあんとこ行くよと、うん、それをやめてあげるから、お前たちも凍結の状況を飲めと、これはまさにね、あのうまいことやってるわけです、アメリカも。それを取引材料として、ディールなんです、これは全部ディールなんです、これは。だからディールのお土産をでっかくすればするためには、米韓軍事合同演習を派手にやって北朝鮮に見せつけるということがこれ必要なんですよね。これはもう本当にある意味で、うん、まあ逆なんですよね。そうなんですね、うんうん、じゃあそういうなんていうのかな、裏の動きも含めて日本はもうちょっと、日本もそのディールというのを読み込みながら、政治家がいろんな話を議論、選挙戦でも戦わせてくれないと。そうですよね。まあだからそういう意味で北朝鮮に対する制裁を強めるために、北を攻撃するような形で自衛隊を軍隊としてやってですね、実際も北に攻撃できるように安全保障システムを変えたいというのが、実はまあ小池さんも安倍さんも同じ考え方だと思いますよ。でも果たしてそういうようなね、安全保障の法整備ができてない段階で北に対して煽るだけの政治でいいのかと、これやっぱり考え直す必要がありますよね、はい、今日の報道するラジオは、新党結成へどうなる衆院選と題してお送りしてまいりました。大阪市立大学教授のパク・イルさん、お聞きの皆さんからいろんな感想をいただきましてね、はい、例えばですね、ペンネームまこちゃんさんはですね、前原代表ふざけるなと思ってる民進党のメンバーがいっぱいはるんでしょうねって。まあまあそうでしょうね、うん、このままやったら民進党の代表を辞任させられることに可能性高いんじゃないんですかってくださいました。前原さんのこの決断がどういうふうな、結果を引き起こすかね。まあ、しかし、まあ、当然前原さんに対する非難の声もね多いんですけど、まあ来るべきところに来たのかなと、民進党が抱えていた元々の矛盾が、はいはい、まあ、さらけ出されたと。まあ、ここで逆に、まあ、武田さんもおっしゃってましたけどね、この枝野さんのグループと、もうはっきり分かれてですね、まあ、考えるところに来てるんじゃないかと思いますけどね。はっきり分かりやすくなったという見方もあるんだと。分かりやすくなったことはなったんですけど、やっぱりリベラル派のちょっとね、これがこのまま進んでいくと、受け皿が狭くなってしまうのかなという、どうしたらいいのかなと、リベラル派はもう少しやっぱり、ね、なんだかのその小池的手法が逆に必要でしょうね。はあ、うん、だけど、リベラル的なことを一緒になって言うてはった人が、うん、いや、ほんまそうやなかってんなというとこが露呈したとも言えますよ。私はそう思いますよ。当選のためにそっちに移っていった人がたくさん、リベラル的なこと言うとこが今、ええねんな、その方が当選すんねんなと思ってはったようなリベラル派的な人がね、そういうことですよね。たくさんやったのかと、うんうん、そうですよね。そんな、あの民主党バブルの時にそういう人たちが膨張しましたこともね、実際反省点としてあったんですけども、まあだから仮面その保守、仮面リベラルっていう人たちがね、あっち行ったりこっち行ったりしてる中でですね、まあいろんなそのリーダーたちがそれを綱引きで取り合いしてるわけですから、そこをやっぱりもう中身をもっとしっかり見て、やっぱりそういう人たちに騙されないようにですね、投票してほしいですよね。仮面をこう剥がしてちゃんと確かめてご自分の考えで選ぶという、これしかないんでしょうけど、小島さんって方ももう無理くり解散する、安倍さんも民進党もどうなってるか、こんな政治屋さんばっかりで日本大丈夫っていうご感想くださいました。月見団子さんは今夜の話聞いてて、ますます誰にどの党に投票したらよいのか悩んでいます。和則さんって方は、リベラル派の受け皿として立憲民主党を立ち上げたことは私は大賛成ですと、だけど自民党も希望の党も掲げてる政策多くが一緒ですよねとおっしゃっていて、
だからって、だから安倍さんか小池さんかというのは二者択一で選ばされるのは私は嫌ですと、うん、あの郵政改革の時のイエスかノーか迫られた案内を思い出すわと、うん、まあ、二者択一はやめてよねというご意見です ね、うん、ですね。やはりあの実際の国民の声というのはもっと多様化してましたよね、はい、やっぱりあの安保法制しかり憲法改正しかり原発しかり、うん、実は多様な議論があるんですよね、はい、原発もすぐやめるか存続するかじゃなくて、いつまで存続しながら代替エネルギーを開発するとか、いろんな考え方があるわけですから、そういう多様な 声を反映できるような、まあ、いろんな政党が必要だと私は思いますね、うん、私思い出したのはちょっと前に国家の品格っていうありました本が流行りましたよ。流行りました。もう私ね、今見てたらね、こういう人たちが構成する国会で、うん、作るその国家、うん、国家の品格ってどやさと、うん、そうですよね、まあ、あの国家の品格もそうです、私は政治家の品格は問われてると思うんですよね。本当に私たち見てますよ、うん、みんな、うん、やっぱり昔はもうちょっとね、心意気持った政治家がいたと思います、ね、パクさんありがとうございました。